皆さんお正月はたくさん食べました？やっぱね、日本人といえばね、お雑煮、これが一番危険。いろんな食べ物はねあるけどね、お餅はねかなり危険な食い物ですよね。まあお正月のね三が日はもうもちろんですけど、それ終わってもねあんまりも美味しいし、ほらお餅も残ってるから食べたいし。でお正月終わって体重計乗ってもね、あそんな太ってなかったなと思って、よかったと思って、散々食ったけど大丈夫だったなと思って、でやっぱねちょっと遅れてなんかね太ってきたっていうのはね、体のなんかこう重さでもわかるし、私なんかほら自分でこう動画撮影して、それいつもね顔見ながら編集してると、やっぱその変化に結構やっぱ気づきやすいんですよね。やっぱこう数日ね明らかにあれって思ったら、やっぱね言ってましたわ、この77点なんぼと78点なんぼ、その境目がね 78.1 とかやっぱ超えると、あもう限りなく80に近いっていう感じがするんだけど、なんかビジュアル的に 77.9 だとまだもうちょっといけるかなとまだ保ってるぜ俺みたいなね、まあバカな発想をね。はい、まあこんな話はさておき、本題に進めていきたいと思います。皆さんこんにちは、画家の高橋です。今日はですね、私ね動画を撮り始めてね1270本という70何本っていうね動画をも投稿させていただいてるんですけども、私がね丸15年間のこの営業とかですね、この YouTube を始めてからのご質問、まあ、かなり多くのね初心者さんを見てきましたし、対応もさせていただきました。まあその知識をまあ活かせることができたらいいなと思って、もうラジコンを始めたばっかりの方がものすごく気になるようなね内容っていうのをこれからですね、まあ、定期的に、まあ、週1ぐらいの、ね、頻度になるかなと思うんですけども、そういった一応形のシリーズというのをね撮らせていただこうかなと思っています。ということで、高橋が改めて全力で何度でもしつこく答える初心者さんへの動画ということでね、今日は第1回目ということでねお話をさせていただきたいなと思います。それではね、今日第1回目、まあ、どんなご質問にしようかなって、まあいろいろとメモってはあるんですけどね、まず最初はですね、かなり多いご質問です。もう毎日とは言わないですけど、まあ、週 2,3 は本当いただくなっていうご質問があってですね、それがですね、ラジコンを始めたいんだけどグリップとドリフトどっちを始めたらいいですかというご質問ですね。これ本当に多いです。なので高橋がねちょっとできる限りお答えしていきたいんですけど、まあ今のご質問ももちろん多いんですが、似たようなニュアンスのご質問もありますね。ラジコン上手になりたいんだけどどっちから始めたらいいですかとかですね、まあ、その辺もね含めて解説をさせていただきたいなと思います。そうですね、もうこれ答え分かってる人も多いんじゃないかなとまあこれ私を知る人にはね答えもうある程度分かっちゃってるんじゃないかなと思うんですが、あのねズバリお答えします。でもこれが結論ですからね、いいですか？もうまあこの答えをしてもまた来るとは思うんですけど、いいんですいいんです、何度でもお答えしてきます、私しつこいですからね。ズバリお答えします。好きな方をやってください。いやもうねこれが真理です。もうこれはね趣味です。趣味というのは、ねまあ、例えばお仕事をして疲れたとかね、お仕事ばっかりじゃ人生疲れますよ、まあ、その時にやっぱ趣味というものって人間欲しいと思うんですね。いろんな趣味あると思うんですけど、もしラジコンに興味持たれた、ね、これがやりたいって思ったら、あのねやりたいやつをやってください。それが一番ね、なんかこうストレス解消になったりね楽しいっていうことにつながると思いますんで、とはいうもののこれだけじゃねちょっと納得いかないっていう方もねいらっしゃると思うんで、もうちょっと追い込んだお話を、ね、私なりに私の経験をもとにさせていただくとですね、その、ね、車を使ったラジコンでいうと、まあ、大まかに分けると、まあ、ドリフト、あとグリップ、あとオフロード、まあ、オフロードもいろいろありますけど、まあ、とりあえず大別してオフロードというふうに、ね、させていただきますね。これでじゃあどれをやったら一番上手になるかというねお答えをしていきますが、これね、あのね単純でもないんですよ。っていうのは、まあ、この上手になっていく段階においていくつかの過程があると考えやすいんですね。それぞれに適した考え方っていうのがあって、まずねじゃあドリフトからお話していきますと、ドリフトはですね、じゃあちょっとプロポ用意しますけど、はい、じゃあここにですね桜井さんが大好きなこの KO さんの EX ネクスト、まあ、これはどうでもいいんですが
この、まあ、操作するっていうのはものすごくシンプルなことなんですね。アクセルをオンしたかったらスロットルを握る、ね、ブレーキないしバックをしたかったら後ろにやる、右に曲がりたかったら右にする、左に曲がりたかったら左にするって、ものすごくシンプルな操作なんですね。でただしシンプルとはいえ、やはり、まあ、何でもそうなんですけど、やっぱりね、思ったことがすぐ反映できるっていうのって、やはりねトレーニングがいると思います。ドリフトに関してはこのプロポと考えをリンクする作業においては、ドリフトが私ね一番手っ取り早いかなっていう、まあ、乾いた考えですよ手っ取り早く、ですね、まあ、よく、まあ、初心者さんで多いのはですね、このスロットアリングを離してしまう、ポロンポロンってね離してしまう方いらっしゃると思うんですけど、まあ、正直ねドリフトをやってるとこれ話してる暇があまりないかもしれないですね。まあ話してね走れるにも実はなるんですけども、他のカテゴリーと比べるとちょっとね話してる暇がなかったりですね、まあ、あとですね、例えばまあ、ちょっとねいい例えがないんでいつも使わせてもらうんですけど、なんかゲームをやりたいとしてね、まあ、プレステでもスイッチでも何でもいいんですけど、こうゲームをやるにおいて新しいゲームを始めた時に、まあ、どのくらい操作した方がいいとかね、どのボタンを押したらいいかって、まあ、考えてからやるようじゃやっぱ遅くて、何も考えずに、まあまあ実際は考えてるのかもしれないですよ。どんな脳神経の仕組みになってるか知らないですけど、まあ、やっぱ考えずにこう体が覚えるっていうね表現を、脊髄で動かすっていう表現をよくすると思うんですけど、まあ、その考えなくても脊髄が勝手に動かしてくれてるような状態を、私はこのプロポとか、まあ、コントローラーのリンク作業とか、まあ、このプロポの、ね、リンク作業と呼んでますね、まあ、コントローラーのリンク作業とまあ同じことなんですけど、まあ、それを鍛えるにはやはりねドリフトが一番いいと思います。まあ、一つにはそのさっき言ったこう話したりする暇がない、もっと丁寧でゆっくりとした操作っていうのが必要になってくるっていうのと、あとですね、とにかくねドリフトは長く走ります。まあ、30分とか1時間ぐらい平気で走っちゃうんですね。電気はあまり使わないんで、まあ、もちろんスタンスっていろいろあるんで、全般的な話をさせてもらってますよ。基本的にバッテリーがすごく長持ちするので、やはりねずっとこうプロポを持ってる時間が長いですね。でこのラジコンカーっていうのはもうプロポを持ってる時間が長ければ長いほど上達するっていうのは私の持論でもありますし、トップエキスパートの方でも同じようなことを、ね、言う方は多くいらっしゃいます。そのくらいプロポを持つ時間っていうのは必要なんですけども、ドリフトに関して言うとそのリンク作業とかね持つ時間、これがね一番長く取れるっていうのがいいところですね。でですね、続いてオフロード行きたいと思いますね。私が好きな競技オフロードなんですけども、ですね、オフロードに関して言うと限界を超えた先の、いわゆるね体の体幹っていうんですかね、マシンのですね姿勢バランスが崩れてもそれをどうにかするっていう体幹がつくのがバギーになります。でこれドリフトはダメなのか、ドリフトも滑るからいいんじゃないかっておっしゃる方いると思うんですけど、ドリフトはですね基本グリップで走る瞬間がまあゼロとは言わないですけど、ほぼなく基本ずっと滑りっぱなし、タイヤがスライドした状態を使って走り続けるのがドリフトとなるので、そのタイヤが食っている状態からそのスライドするっていうその境目のところがですね非常に鈍いんですね。もちろん存在はするんですけど、ものすごくその状態は少ないので、動きもねすごいゆっくりってのもありますしね、その点バギーっていうのは基本競技ラジコンっていうことになるので速度が速い、そしてしっかりとタイヤが食っている瞬間もあれば完全スライドしてドリフトするところもある、それがかなり速い車速域と唐突な動きによってスライドするってことが起きるんですね。それを鍛える、いわゆるスポーツ選手でいう体幹ですね、その体に染み付いていく体幹とかですね、そのグリップからスライドになった時にこう怖がらなかったりね、それを制御できる、その能力を鍛えるにはやはりねオフロードがね私一番適してるんじゃないかなって考えますね。今度ね速さとかイメージってなってくるとですね、やはり速く走るには正しいイメージをつけていかないといけないですね。ただなんとなく走っているように見えて上級者になってくると、ものすごくいろんなことを考えながら制御して一番ベストな速さ、例えば一つのコーナー、ここは例えば失速してでもいいからちっちゃく曲がって速く立ち上がって速く握った方が速いかなとかね、いやいやここは車を失速させずにアウトラインを走ってなるべく
平坦に走った方が結果的に速いとかですね、それはね次のコーナーとか路面グリップによっても変わってくるんですけども、そういった速さのイメージを磨くという意味では、まあ、イレギュラーな動きをしないという意味でとりあえずオンロードでまずは培っていただいた方がその速さに対するイメージっていうのはつきやすいかなって思うんですね。でこっから先なんですけども、やはりね、まあ、これも私よくお話しする話なんですが、ドリフトを極めたければやはりね一定以上のところの基礎技術とか知識が身についたらやはりもうねドリフトをやり込むしかないと思います。バギーもしかりです。一定以上の技術、ね、知識、経験が身についたらそこから先バギーの速さはバギーでしか使えないものがやはりあります。それはもう当然オンロードも一緒、オンロードの速さっていうのはオンロードをやり込まないと見えてこない速さっていうものが存在します。ですので一応ねその基本的な考え方としてはこうお話させてもらいましたけども、最終的にはやはりね一番何をやりたいのか、自分が何をやると一番楽しそうなのか、何が一番燃えそうなのかね、何が一番ストレス解消になるか、まあそのあたりはねやっぱり100人いたら100人の100通りの考えがあるのと一緒でですね、一番やりたいものをやるというのは結局結論になるというのは今日のお話となりますね。よろしいですか。もう再度しつこくもう一度言います。まあ、このご質問ね、おそらくこの動画出した後でもですね、まあ、週何回もねおそらくね来るんじゃないかと思うんですけども、私定期的にねしっかりお話させていただきます。一番やりたい思い入れがあるものをぜひやりましょう。もしね思い入れは特にないんだと、とにかくラジコンが楽しそうだからやってみたいんだっていう方は、まあ、やっぱねとりあえず今ねかなり流行ってきているっていうのがあって、まあ、入門用バギーなんかをねまず手出されると、まあ、いろんな環境でやりやすい、それこそスライドみたいな遊びもできればね、あのジャンプも楽しめたり駐車場なんかでも楽しんだりっていろんな遊びができる、あと場所を選びにくいっていうのもあって、まあそうであればとりあえずね入門用バギーなんかをまず手出されて遊んでみてはいかがかなって思うのが私のお答えになりますね。それではですね、今日の動画参考になったと思っていただけましたら、ぜひ高評価チャンネル登録をぜひお願いいたします。非常に励みになります。またねレディオガガウェブショップやってございます。そちらもチェックしていただけますと非常に嬉しく思います。また高橋ね SNS の方もあまり更新頻度は高くないですけどもね、 Facebook、インスタ、Twitter すべてやっておりますので、そちらもチェックして、そちらもねフォローしていただけますと本当に嬉しく思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。